これだけ言えばいいんだな。そうですね、私もなんか越してきたばっかりです。はい。これがね、うん、矢前住んで分かったと思うんですけど、あー切ない音楽でね、これとこの切ない音楽とともに僕の番組が始まるみたいな切ない、ね、切ない。なんか釣りがね、うん、気になるんです。そう、釣りばっかりなんでね。はい、ちっちゃい時から全然。あ、先週、連合会お仕事のですね、連合会の講師の先生に、僕の仕事何か知ってます？知りません。知り僕実はね、カイロプラクティックっていう、こう背骨の矯正をやってるんです。おで、その、連合会っていうのがありまして、はい、そこの講師の先生がゲストで来てくださったんですが、はい、なんとその先生の番組シェアが 36? 36? そう、うん、シェア数が36もあって、はいはい、ビューが2000以上あったんですよね。おで、その先生が勉強会、はい、その番組出た後に勉強会に行ったら、はい、うん、あちこちの先生方に、うん、やいずテレビ見ました、やいずテレビ見ましたっつって、うん、なんかね、その先生の宣伝で出てもらったのに、やいずテレビの宣伝になって、やいずテレビがね、うちの業界では全国区になっちゃったんですよ。すごいじゃん。すごいんですよ。すごい。やっぱ大先生だ。いや、僕が出てても全然なんかやつたり、教会の中では全然話に上がんなかった。連合会の講師の先生が来たらものすごい全国区になっちゃった。すごいなと。すごい。思います。全国区といえば、なんと、知ってますか？あ、知ってますよね。やいずテレビでも、パーソナリティをやられてた、ゆういちくん。はい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 。愛ちゃんが、音泊、はい、でなんか乗ってましたよね、一緒に、はい、一緒に乗ってたゆういちさん、ゆういちくんがなんかKMIX の、うん、知ってます？知ってます、知ってます。オーディションで、そう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 、うん、3月なんかで、静岡の、静岡かな、うん、全国区のミュージシャンを出そうみたいな、そういうオーディション、そういうオーディションだと思います、うん、それが3月11日、じゃあ宣伝やめる？なんか3月11日に、はい、KMIX の本社、うんうん、浜松、うんうん、で3時から、うん、あるんですよね。あ、うん、じゃあそこを目指して。 KMIX の本社って浜松なんだよね。ね、うん、でも浜松で聞けるような気がしません。そうなんですよ。でなんかオリジナル部門っていうやつの、なぜか沼津、うん、沼津のちょっと電話になってるね。沼津地区代表かなんかみたいな感じで、うん、なんかそれで選ばれてるんですけど、ゆうちくん何、焼津に住んでるのになんで沼津なんだろうみたいな。なんですかね。オリジナル部門なんか観覧が無料ということで、それこそなんか知ってる顔があるとリラックスもできてね、嬉しいと思うんで、ぜひ皆さん、行っていただきたいなと思います。沼津に、いや浜松、はい、すいません。それではですね、前回なかったと思うんですけど、はい、CM バナースポンサー様の紹介をまずさせていただきます。はい、これね、もうね、すごい、そんなに大きくなってきたの。大きく、ヤイズ TV 結構こうなってきたんだよね。こうなってきました。ペットのおかめです。いやいや、素晴らしい。ペットの言えないように、ペットの総合施設 DC キャスト様。もうなんか DC キャスト様ね、ずっと最初にこう言うんで口ずさむぐらいになってきた。ペットの総合施設 DC キャスト様、つかちゃんの癒しタイム様、この方もねパーソナリティ、ね、ヤイズ TV、はい、で大人が輝く背中を見せる、どんな背中ですかね、うん、梅チャンネル、ダイヤモンド、梅チャンネルの松原美里様、この方もパーソナリティやられてますね。ね、ヤイズ TV、何ですか、解説当初っていうんですか、からお世話になってます増田グリーン様、フラワーバスケットのね、違った、違った。そして、ハンギングバスケット、全然違った。愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター、平様。僕の大好きなね。
大好きっていう割に見に行ってないじゃない、そんな感じで、そしてウルトラ車券1万3000円静岡検索してください、検索してください、ここの社長のね、ご兄弟の方が僕の番組に2回ほどゲストで来てくださ、そう、これ言っていいのか分かんないんでちょっとやめときます、言っちゃうある人出てたあの本名で出てないんですよ、はい、そして、そこにありますね、このブラインドみたいなやつ、 はい、あれもう簡単に取り付けできるんですよね、もうどこでも詳細になってしまうという、へえ、どこでも詳細、いいですね、そして身につけるだけで、なんかあそこにね商品が来たらしいんですけど、体感アップテラスパワーさん、そして島田のカルチャールーム、これキョンキョンですね、島田のキョンキョンという方がいらっしゃるんですけど、ラミニオン、ラセゾンラミニオンさん以上の、スポンサーのおかげでですね、この番組はなんか今なんだかな、椅子がポコって跳ねるなってます、よろしくお願いいたします、どうですか久々に来て、なんかあれですね、変わっちゃって大変、いやなんかあれですね、すごい発展しましたね、発展した、ユッパさんのいつぶりぐらいなんですか、いつぶりでしたっけ、なんか僕が知ってるってことは僕の番組の前後、そうですそうです、どなたの番組ですか、でもここでなんかこうはちゃめちゃ対談みたいな感じでやったんですけど、あ前回は、はい、その前にここでゲストで来た時は、あそれはねどなたの番組でしたか、かなり前です。なんか男の人と一緒に出てたよね。あ、そうですそうです。その時はまだ4年ぐらい前。4年ぐらい前。うん、ってことは俺4年もやってるってことこの番組。やってるんじゃないですか。あ、そうなんですね。まあその時にお会いして、はい、お会いしお会いして、はい、まあ特にまあ喋ることはあんまなかったですけどね。そうですね。Facebook だけとかそういう感じでいいねし合う仲だったんですけど。今回ですね、はい、ちょっとなんか焼津を頑張ってっていうことで来ていただきました、自己紹介をお願いします、はい、今回は、うん、今回の肩書きは前回と肩書きが違う、そう前回はまだ、うん、おそらく釣り具屋に勤務していたような気がするんですけど、うん、釣り具屋じゃないの？今違います、今釣り具屋さんを辞めて、だからその時はもう釣りの話をすごいしてたもんね、そうです、あの地引き網を、うん、その開催するって言って CM しに来たんですよ、うん、はい、それでその後はその YouTube クラブですよね、そうその時はもう辞めてたもんで、そうで今はそう今はまあちょっとイタリアに1年行ってきて、あそうなんか海外どこ行ってたもんね、そうです、イタリアに料理留学を1年間してから、料理留学なの、そう料理なんですよ、料理ちょっと違います、あでも魚料理がやりたかったんで魚料理を、あやっぱりね、はい、そこはこれで肉料理だったのね、ちょっとみたいになるけどそうで今は焼津市の地域おこし協力隊、そういう何、まあ会社、いやですね、市役所が、うん、そういう、まあ、お仕事を、まあ、委託して、うんうん、やってるんですけど、うん、クルサーと似たような感じ、うん、大体、ね、ただその地域おこし協力隊っていうのは、うん、国の事業なんですよ、ほうなんで国が、まあ、市にこう何ていうんですかね、下ろしてきて、で市が個人に下ろすっていう形なんですよ、なのでまあ、給料もらってんだね、まあ、お給料っていう形じゃないんですよね、雇われてるとはちょっと違くて、報酬そうですね、あそう報酬ですね、うん、どっちかって言えば報酬になるのかな、なんで雇われてないんで、まあ副
副業も、まあ、できますし、うん、確定申告もするします。ああそういう感じです、うんうん、そういう感じで3年間あ期間が決まってて、そう期間が決まってるんですよ。でその期間内に、うん、まあ、私はあの観光課でイベントを起こしたりとか、うんうん、まあ、今あるイベントをブラッシュアップしたりっていう役割を、うん、それを、ま、何こう任されたってこと。まあそうですね、もう一人いるんですよ。あもう一人ね、もう一人は、移住支援を、うん、まあ、メインでやってるんで、うん、まあ、そこでね、そこでこのこれが出てくるんですよ。これがね出てきたんだけどね、まだここまで名前言ってない。ここまでまだ名前言ってないそう、そんな私の名前はヤイズライフ。あ、じゃあ私の名前は三浦愛です。三浦愛さんです、よろしくお願いします。10分間そんなこんなしてたら、なんと先ほど紹介したゆういちくんが来ていただきました、はい、3月11日頑張ってください、頑張ってください、はい、そうなんですよ。そうなんで、これが何、はい、これがですね、うん、まあ、市で取り組んでる市の、うん、ウェブサイトなんですよ、うんうん、でヤイズライフっていうサイトなんですけど、うん、まあ、今はまあ、リニューアルされたばっかりなんですけど、うん、まあ、焼津で働く人を応援する、まあ、ページがあったりとか、うんうん、そうですね、そういう感じのページなんですけど、これ愛ちゃん？あ、そうです。なんかいろいろその仕事なんかいっぱいなんか載ってるんですけどね。これ有名なマンホール。そうです。いや、マンホールとかその焼津のいいところを紹介するサイトなんですよ、うんうんうん、はい。でそれも移住支援として、うん、もう一人の地域おこしの人が関わってる、うんうん、はい。何その企業、ここを見ると企業さんの、はい、なんちゅう、こういう焼津のとかってこと。そうです、焼津のその企業の紹介とかとか、これ見ると J. 大井川さん豊田支店、僕いつお世話になってると思う。焼津応援団っていうのに、うんうん、入ってもらえれば、うん、この焼津、うん、ライフの中で、まあ、宣伝っちゃ宣伝っていう形でできるっていう。あ、こういう風に乗れるってこと。乗ります。え、どうやったら焼津応援団に入れるの。焼津応援団はね、ファックスか、うん、え、簡単に何簡単になれる感じ。あ、そうです、そうです。なりたい。あ、待ってください。応援しましょうよ。え、本当これ、はい、え、何その焼津を応援する人、焼津応援団と、うん、もう一つあって、うんうん、その企業の方と、うん、あ仕事、企業ってその何、そうです、事業始めるっていう方。そうです。と、あと焼津ライフ会員っていう、会員になるか、会員になるか、焼津応援団になるかで、なるか、はい、焼津応援団は、焼津にいる、あ、まあもう住んでる人で、焼津をもっと盛り上げていこうっていう、うん、じゃあ我々みたいに、あ、そうです、そうです、移住してきたものは焼津応援団かな、焼津ライフの会員っていうのは、ちょっと焼津に興味があったりする人で、あ、ゆうじくみたいに、あ、別の場所から興味があって、そうです、はい、で、焼津の情報をもっと欲しいなっていう人が焼津、うん、ライフ会員になっておくと、あ、うん、その焼津ライフからお得な情報が届いたりとか、ね、焼津で働きたいよみたいな人も、そうです、そうです、そうです、そういう人に、うん、向けにやってる、まあ、サイトなんですけど、うん、まあ、これからどん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 盛り上げていく形なんで。これどこに置いてあるの。これはね、市役所にもありますし。あ、じゃあそういうとこ行ってもらってきて。そうですね、この QR コードとかで、はい、あとは、うん、もう焼津ライフのサイトが、うん、ウェブサイトがあるので、うん、そっちから。あ、そっちから、はい、はるか。これでもみんな乗りたいんじゃないの。だって無料なんでしょ。無料です。で、こんな風に乗れちゃうでしょ。うまい。こんな風に顔ライトめっちゃちゃ撮ってるライト当てなくてもね、まだまだですよね。え、まだちょっと3、もう30だから、ちょっと、そうなの。30です。
30だってもう 30? もう30ですあ、じゃあそのあれか、最初に来た頃は20の前半ぐらいだったってこと？前半、中盤ぐらいですかね。知らなかった。そうなんです。こちらもっと上ですやめてくださいあ、そうなんだ。そうなんです。なんかすごい20前半ぐらいにね、見えます？うん、みんなそう思ってるんじゃない？知らなかった。で、こういうのに関わってるわけだね。そうです。その中で、その中で、まああの八重洲応援団、応援団の方、応援団の方、あのもう八重洲に住んでて、うん、住んでて、まあ、お店とかやってる人中心になるんですけど、うん、八重洲に何か店舗があればいいとか、はい、あ、そうですね、うん、八重洲応援団ロゴ選手権っていうの。ロゴ選手権してます？そう、その投票がね、3月の1日から。あ、もう、あ、始まるってこと？もう始まるんですよ、うん。で、その4つのロゴから1つ選んでもらって、この今載ってる4つから、はい、そうで、その4つから選んで、うん、まあ、1つ決まるんですけど、うん、それが、まあ、お店に貼られたりとか、あとはノベルティで何かこう作ったりとかっていうのを考えてるみたいですよ。で、ちょっと気に入ったロゴを選んでもらえればいいかな。たくさんの方に投票してもらいたいってこと？うん、そうですね。で、この選手権に応募できる資格っていうのが八重洲応援団に入ってるってことですよ。で、八重洲会員、まあ、とりあえずじゃあ先にこっちに、うん、登録して、ね、これに投票をっていうこと。そうです。登録してねって。じゃあまず応援団に皆さん、八重洲ライドのサイトもあれ会員制、あそこから登録とかできるんでしたっけ？あ、登録はできます。登録はできます。あ、そうなんだ。はい、なのでまあ、これから八重洲のナンバーワンサイトになるんで、おう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 、はい、なるように作っていく。ナンバーワンミュージシャンになるように、はい、ナンバーワンミュージシャン。サイト的にはこっちが。そうですね。もっともっとその八重洲で活躍してる人を、うん、取り込んでって、うん、なるほどね、はい、もっとその、まあ、CM しやすいそのサイトに、うんうん、それじゃあ何、この八重洲 TV なんか。あ、いいですよ。ねえ、はい、青木さんに言ってどん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 、八重洲ライフに登録してもらってね、どんどこ八重洲で頑張ってる人ってアピールして、まさに青木さんじゃない何がって言われたらそう、そだねーってすいませんまず八重洲に住んで、はい、なんかこう八重洲でやられて、そうです、こっちに登録したら、こっちに投票をお願いしたいですね。だから1日だからもうすぐだね、今週の木曜日から。2週間ほどですね。だからまあでも2週間だから、もう今すでにやってないとダメかな。まあそう、まあそうですけど。ちなみに、そうだね、愛ちゃんはどれがいいとかって、こんなそんなこと言っていいの？いいじゃないですか。どれがいい？ね、ちょっと私ね、 A か B かなって思ってるんですよ。あ、 A か B ね、うん、これやっぱ魚がね、うん、はい、もう自信がないですよ。 A か B、これつければいい。この中から選んでいただきたいな。ね、魚がね、そう、魚が、これ八重洲っていう文字になってるんですって。え、どういうこと？いや、あ、ほんとだ、い図見えねえ、ここにねって夜が嫌なの。いや番組やってる。違う違う、これね、見てもわかんない、これ。あ、やだね、それすごい、 B いいじゃん。そこでわかったら俺が失敗になっちゃう。なんで下開いてんのかと思ったら嫌なんだね、それ。ほんとだ、やだ。そうなんですよ。賢い。で、これがやっぱり愛ちゃん的にはまあ一押しかな、うん、って感じ、うん、で、そんなこと言うとみんな B 押しになっちゃうね、これね。それ赤いやつ。俺も最初から B がいいなって。なんで下も開いてんだろうと思ったんだけど。なるほど。それで下落ちちゃうじゃんと思う、さっきの。つながりますね。いえいえ。まあそんな感じ。そんな感じで、はい。こういうのに関わってるってことね、今。そうですね。仕事的に。はい。まあ、八重洲とにかく盛り上げたいと。そうなんですよ。もういろいろ。いろいろ。いろいろあるんで八重洲は。もともとね、イベント多いじゃないですか。もともとはどこにいたの？もともと私は埼玉県出身。あ、何？ゆういちくんはどこだっけ？
あ、僕は広島です。あ、全然違った。どういうつながりを求めてるなんか埼玉ってような気がした。営業で行ってるってことですね。毎月行ってます。ああ、そっかそっか、はい、そう、なんか埼玉って、ね、穴勝ち間違えてる。穴勝ち僕は焼津ですよ。静岡だよ、静岡だよ。私は焼津の人間じゃない。俺ほど焼津を愛してる人はいないね。これから愛します。ほら見ろ、よろしくお願いします。そんな愛ちゃんが、はい、まだまだいろいろやられてる。そうなんですよ、うん、まあ私10月から、うん、10月から焼津に住み始めたの。俺より短い。超短い。そうなんですよ、短いんですよ。うん、それで、まだまだね、焼津知らない、知らないんですよ。ここがいいよとか、そう、むしろね、うん、私に教えて、教えてほしい。焼津弁だね。いや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 いですね。安定とか根底とか。そうだね。そうだね。どうでもよくなってきました。で、ねんで。で、愛ちゃんもちょっと知りたいということで。そうなんですよ。まだ私春を迎えてないので、うん。まだ春を迎えてない。焼津の桜見てない。そう。見てないんですよ。で、そしたら、うん、そしたら、まあ、市役所の方々が、方々が、桜マップを持っていけと。持っていけと。はい。焼津は桜が結構有名なんですね。有名。うん、山手桜とか。なんか昨日イベントあったんだね、これ。あ、そうです、そうです。山手桜祭り。うん、あ、そうなんだ。朝日長川。でもまだ、ちょっと早い。ちょっと早い。早く、今年はね、早い。これね、でもびっくりしたんだけど、この間、そう、河津桜ですよね。河津桜とさ、あれだよ、なんだっけ、菜の花。急に入ってきて。急に入ってきて。俺地元だもん。なんか昨日、この間静岡駅のスタバに入ったら、スタバにも焼津のね、桜のこと書いてあったんですよ。あ、そうなんですか。なんか今、桜フラペチーノとかなんかやってるじゃないですか。あ、やってます、やってます。その花の桜の見どころの場所みたいなの、うん、朝日の川が何とかあって、へえ、焼津って書いてあるもんで、スタバにドキドキしましたね。なんでもう終わり。え、どこ行きたいですか。そうですね、うん、とりあえずその山手桜を見たいなと思っていて、うん、うん、川桜がいいし、今のうち行かないと。もうあちこちのね、ちっちゃな焼津にある川のところはもう全部綺麗ですよね。そうですね、うん、僕ね、六軒川、はいはいはい、の桜が大好き。藤枝って言われてますけど。そう、藤枝の方に行く川ですね。やめてください。ウェルシップとか、ウェルシップとかの、わかります？ウェルシップ。次行きますか。土屋浜でしょ。え？焼津は？知らないでしょ、土屋浜。まだ2年なんてわかんない。あれ？で、その桜以外にも、はい、ここは？これ、うん、これもね、うん、結構大きな大会なんですけど、3月の4日にエンデューロ、私エンデューロって知らなかったんですけど。僕も知らないですね。あ、それ魚の名前？いや、違うんですよ。まあ、港、ここが港なんですけど、うん、まあ、4.5 キロ、一周 4.5 キロのコースを。あ、これ釣りのイベントじゃないの？あ、じゃないんですよ。自転車のイベントなんですね。あ、自転車なの？はい。なんか5年ぐらい前に1回やったんでしょ？あ、そうなんですか。うん。で、復活とかって。復活、あ、まあ復活って書いてありますね。そうなんですよ。あ、釣りのイベントじゃないんだ。釣りのイベントじゃなくて。フィッシュマンって書いてあるから。ねえ。ねえ。あ、これ何？じゃあ自転車レース？あ、そうです、そうです。あ、じゃああれか、富士スピードウェイでやってるママチャリレースみたいな、あんな感じ。そう、ママチャリカップもあって、うんうん、あれめっちゃすごいみたいね、富士スピードウェイのママチャリレースも、ね、うん、それに負けず劣らず。そうです。いや、ずっと急いですとか言っちゃったけど。これ私初めて聞いたんだけど、前からやってるの？5年ぶりって書いてある。あ、じゃあやってなかったんだ。うん、何ぐるぐる回るの？それともレース？ぐるぐるです。あ、ぐるぐる回るんだ。 4.5 キロぐるぐる回るみたいな。何人かで。あ、そうです。この感じいいね、俺。そう、なんかいろ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 あるみたいですよ。顔に合う。体型面白そうじゃないですかね。ねえ、みんな一周回ってくたくたになって酒飲んだら動きたくねえとかってさ。これチームかなんか作ってってことでしょ？ママチャリは、うん、組でやるみたいですね。うん、あ、
ここのママチャリは。そうですそうです、うん、あと100キロコース、100キロチャレンジか、うん、これが3月4日ってことはもうすぐだね。もうすぐなんですよ。じゃあもうエントリーとかもう終わってるってことかな。エントリーもね、そこに記載があると思うんですけど、うん、エントリー記載インターネットエントリーなんかで。こういうので焼津がまた盛り上がると。そうですそうです、その応援をするわけだね。そうです、私はちょっと、うん、まあ、写真を撮りに行こうかな。あ、じゃあこの日はこの会場の近くに行けば愛ちゃんにも会える。カメラにいてなら愛ちゃんと思ってます。そうだね、本当にこのね、今の顔覚えてぜひ愛ちゃんも写真撮りに行っていただきたいなと思いますが、もう実はですね、もう終わりになってしまいました。青木さん呼んでください。大丈夫ですか。本当だ、終わります。あっという間ですね。あっという間。もうじゃあ何、これ最後にもう一回言っとく。ヤイズライフ、ヤイズライフ、とりあえずヤイズライフを見てください。これを見てほしい。登録した、登録しました、ありがとうございます。はい、これを見るにはヤイズあちこち行けば手に入る。はい、市役所が一番。市役所、そうですね、はい、言っていただければ。明日市役所行くんで、じゃあもうこれもらってこよう。ということで、本日のゲストですね、はい、ヤイズ地域おこし協力隊、僕どこ、どこで切ったらいいの、これ。ヤイズ市、あ、ヤイズ市地域おこし協力隊、三浦愛さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。続いての番組はこれはどうなるんですか。 B で いないけど最終回、いないけど最終回。お楽しみに。あ、犬もインフルになるの。